はい、ここまで、えー、フラクタルというのは、えー、部分をまあ縮小してどんどん変形していくようことで作ることができましたでこれまではその変形のルールというのがまあ、決定論的にいつも同じ形で小さくなってきたと。ここからは確率的な要素を入れたフラクタルについて紹介しますフラクタルゆらりと書きましたが、えー この子では非整数ブラウン運動これはですね確率的な要素を含んでいますのでギザ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 して同じ形はどこにもありません。しかしですねこの部分を拡大していくここはちょっと特別に横幅を A 倍すると縦の幅。 A. ではなくて、A. の H. 乗倍する。で、このフラクショナル、あ、非整数ブラウン運動については、この H. というのが重要なパラメータになります。この非整数ブラウン運動について、紹介します。この非整数ブラウン運動。これも、マンデルブロー先生が導入したものですけれども。ここでは、数学的な定義をできるだけ使わずに。この。 えー、グラフの特徴これをですね、まあ、このグラフが従うルールを使って変形を繰り返すことによってこのの非正数ブラウンド軌道を作りますでそこで使う特徴というのはここの括括弧弧1 2です非整数ブラウン運動っていうのは H これをパラメータに持ちますこれが0から1の間に変化することで形の特徴は変わっていきます。 そして非整数ブラウン運動には軌道の広がりの自己アフィン性といって先ほど自己相似性というのは横幅の拡大率と縦の拡大率が同じにとりました自己アフィンというのは横の拡大率と縦の拡大率をちょっと変えるということですね先ほど見せた、A、の H 乗を倍するということですでこの非整数ブラウン運動には2点間の差ここでは bh というのを軌道を表すグラフだと思ってください関数だと思ってくださいそうした時に時間 t と t+s の差この増分とそれを半分にしたですね増分 t+2 分の 1s ですねこの増分が似たような特徴を持つそして2分の1のマイナス h 乗すると同じ分布に従うということですこのことをグラフを使って説明します これはですねまずこれは確率過程と言われるもので観測すするたびに軌道は違いますでもし一度観測すると例えばこういうふうになります。でこの BH のグラフというのはこのピンクで示したもので一歩大きく取るの S ですね S だけ進むですね S だけ進んだものとその半分2分の S だけ進んだものあります。で一番 端ですね端の点 t ですね t から2分の s だけ進んだものとさらに s だけ進んだものそこに各点を今赤い点で書きまして確率過程というのは観測すすするるたびに実現する結,果はする結果は違いますですのでもう一度やるとこうですねもう一度やるとこうですね何度も描いていくこのようにして何度も書くと。 いうことができます。で、その度にえ通る点は違います。で、ここでは、うん、このどこでどこを通るかということを考えるわけです。はい。非整数えブラウン運動の軌道を何回何度も何度も実現して観測するとえ、このグレーのラインのようになります。そして真ん中の点 t+2 分の s の位にある点、そして一番端 t+ s の位にある点、これらのみを観測すれば この図のようにお互いにばらついた点になるということです。で、この両者のばらつき、そうつまり分布がですね、同じような特徴を持っていますよというのがこの非定数ブラウン運動の特徴です。ではどのくらい違うかですけれども、これですね、前にかかっている2分の1のマイナス H 乗というのがあります。つまり真ん中の部分を2分の1のマイナス H 乗これは拡大さ拡大する作用がありますけれども、拡大すれば 同じ分布に従っていいるととうことです逆に言いますとこちらの端 θs の部分を半分にした位置ではこの幅というのが分ののちょっと小さくなりますよということです。非正数ブラウンとういう性質を持っています。先ほど説明したことをまとめると非正数ブラウン運動の特徴としてこの進む幅ですね軌道が進んでいく幅これを考えたときにこの 進んだ時の上下のばらつきというのはその幅 S の H 状に比例しますよ言い換えれば標準偏差は S の H 状に比例しますよという性質を持つことがわかりますもう一つの性質二番目の性質を見てみますと見かけ上の極小トレンドこういうのがありますこれは何かというと二点ですねこれ図に示しましたゼロという位置と一という位置ですね この2点を通るということが分かった時点でこの間はどうなっていたかこれを考えたときに一番真ん中の中央部分についてはこの平均値をとればその2点の中点を通る確率が一番高いですよという性質を持ちますこの二つの性質を使って図形を図形の変換ルールを使って ブラウン運動、非整数ブラウン運動の軌道を作ることができます。それについて説明します。ここでは中点法という方法で非整数ブラウン運動の軌道を作ります。ここでは最初に両端の2点を決めます。これは正規乱数を使って決めることができます。つまり正規分布に従う乱数を生成してください。で、端の点ですが0と1で構いません。で、 こここでこの2点を使っててどどんどん変形していきますまずは真ん中の点ですねちょうど中点で中点を通る確率が一番高いということですねですのでここを平均値として取りますそして横進んだ距離は今度 S だけ進んだと考えると上下のばらつきですね値のばらつきというのは標準偏差これに比例しますのでこの S, S の H 上の標準偏差を持つ正規乱数を生成してこの中点に達しますマイナスになることもありますこのような変形を繰り返していきます中点を取ってその幅の H 上の標準偏差だけばらつきを加えてやるこれを加えていくとこのような軌道ができていきますこの操作を繰り返すことで 非正数ブラウン運動の標本、つまり軌道が作ることができるわけですここではパラメータ H ですねこれを0.1から0.9まで0.15と増加したものを描きましたでここでランダムな要素というのはこれは擬似的にコンピューターで作った乱数ですがすべて同じものを使ってありますですので形がちょっと似ているなというのはそのせいです H が変わればどうなるかということにここでは注目していただきたいんですけれども H が変わるとこうギザギザした具合が変わっていくということがわかりますで、このような変動ですねこれは時系列として見ることができるわけですけれどもこのような変動も我々の身の回りでよく観測されます例えば H が0.5ですね真ん中のグラフのような図これは例えば株式市場の 株式指標ですねそのような変動の特特徴徴と似た特徴がありますまた、えー、この H が0.1非常にこうギザギザした部分0.2ありますねこういう変動これというのは我々のですね心臓の拍動リズムこれの揺らぎと似た特徴を持っています。で心臓の拍動リズムここでは心拍リズムと書きましたけれども心臓 は電気的に動いているわけですけれども沈殿図をとればこのようなグラフになりますそしてその間隔の時系列を取ったものが右下にありますこのようにギザギザギギザギザした構造があるわけですけれどもこのように心拍変動特にこれは健常人の例です健康な人であってもこのように揺らぐということがありますこの特徴と先ほどの不正数ブラウンド H が 0.1に近いような振る舞いというのが非常に似ているということですさらにこの非整数ブラウン運動を二次元の局面に拡大するということも可能ですここでは簡単に例だけを示しますがこれは非整数ブラウン局面と呼ばれるもので作り方は先ほどの作り方とほぼ同じです違いは先ほどは2点の間を埋めていっていましたがこの局面では 平面上に4点を取りまして、4点の真ん中をどん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 埋めていきます。このようにこのような操作を繰り返すことで局面を作ることができます。これは h ですね。これを0.9の例を示しました。この例、何かこう3次元で見るとゴツゴツしたこう。岩肌山の構造のように見えます。 実際に我々の身の回りにある陸地の形状というのはこういう姿勢数ブラウン局面と似た特徴がありますここでは最初に紹介した海岸線との関連を見るためにここにどんどん水をためていって上から見下ろした図これを考えます。これに対応する図です。で低いところには水がたまるということでこれを上から見下ろします。そうすると こですね、一定の高さのところを水色そして濃い青色で書いてあります陸地が緑だと思っています先ほどで水色の部分に水をためていったとそうすると自然に見えるような海岸線の構造が出てきますこのように海岸線、まあ、ここでは類似性だけを、まあえー、に基づいて主張しているだけですけれども海岸線というのはフラクタル的な特徴があるんだなということをこの「 A の独立性からも対応、A の独立性から感じることができると思います。今回の講義ではフラクタルという構造の特徴を説明しました。こういうフラクタルという特徴はですね、えー、さまざまなところに見られます。で、応用先というのは必ずしも特定の分野に限られず、いろいろな分野にわたっていると。 我々の研究室ではこのようなフラクタルの概念また自然界に広く見られるような複雑な構造の特徴を分析する方法を開発しています。ですのでフラクタルに興味を持ったならばより詳しくフラクタルについて学んでみるまた研究に興味を持ったならば大阪大学でこのようなことを研究すると。 いうのもいいと思います、はい、それでは本日はありがとうございました